シティマカリスタの獲得熱望してるのは合うでしょうし、ギュンドアンが契約延長しないんなら、ね、低い位置でプレス耐性高くて、高い位置だとフォワードが開けたスペースに飛び出していけるっていうのは、めちゃくちゃ、ね、ギュンドアンの代わりになりそうです。また、あの、マカリスタとさ、あの、ユリアン・アルバレスとか代表でも連携良かったから、まあそういうところでチームにも馴染みやすいだろうし、絶対獲得する上でさ、 あのマカリスターがどんな選手なのかとか、ね、聞いてるだろうしねいや。マカリスター解説いなくなったらブライトンきついけど、でもそういうのをね、乗り越えて今のブライトンあるから、期待しちゃいますよね、次取ってくる選手をね,ね。アーセナルがマカリスター狙ってるらしいです、本当にうしい、ね。アルゼンチンのサッカーって、メッシにボールを持たせるために走れる人と、メッシがボール持ったときに選択肢を増やすために走れる人で、 それによってメッシ中心の攻撃になるじゃないですか。それでもメッシを使えない場面とか、メッシを経由しないフィニッシュワークもあるわけで、その時にメッシのために走るメッシに渡すっていうのを、言っちゃえばそのマニュアルから外れて、その例外として正解を出せるのが、そのマカリスターとディマリアなんですよ。あとユリアン・アルバレス。だからその4人が絡んだフランス戦のゴール、素晴らしかったじゃん。基礎と応用両方できるっていう人ってなかなか少ないから、プロでも。で、マカリスターっていうのは、 キープ力もあるし、組んでとかね、あの辺相手に後ろ向きになってもね、ボール失わないですから、アカリスターはアーセナル来たら、アンカーもインサイドハーブやるだろうから、まあ、当然欲しいだろうし、ただ90億とか、その辺、そのぐらいはかかりそうだよね、契約年数にもよるけど、めちゃくちゃいい選手だと思いますね。